縦一本トクラのですが、いやないですか、トクラが前に出て、トクラがシュート決まった。きつかったですけど、あのチーム一丸となって集中して守りましたし、皆さんの声援が耳に入って最後まで走り切ることができました。まだまだ厳しい戦いは続くんで、またいいゲームできればいいかなと思います。4月8日は札幌ドームでサポーターチーム一丸となって絶対に勝ち点3を取りましょう。今長い試合終了。ホーム北海道コンサドーレ札幌、2012年10月6日以来の J1 勝利。なんとか戦を東京戦で取りたいと思います。次はホームということなので、またチームに力を貸してください。一緒に戦いましょう。よろしくお願いします。